サヤフクコ3月5日から1989年12月29日は、日本の女優、昭和期の元宝塚歌劇団月組男役スター、月組組長の宝ジェンヌで、宝塚歌劇団卒業生、石川県生まれ、静岡県沼津市育ち、愛称は、旧姓から飯田、もしくはりんごちゃん、芸名は小倉百人一種の、第94番、三位、まさつねの、 小吉野の山の秋風祭を吹けて旧座と寒く頃も、宇都成から命名された。1921年、宝塚音楽歌劇学校に入学し、翌1922年、月組に配属、宝塚歌劇団11期生、昭和初期に男役で人気が出、1939年、月組組長になる、本公演で終演後に歌われる、さよなら皆様の総称者でもあった。 1940年8月、宝塚歌劇団在団中に、小雨の丘でコロンビアから、レコードデビューするなど活躍を続けたが、1942年絶大な人気の最中に、宝塚歌劇団を退団。宝塚歌劇団演出家である、東郷静夫との結婚や出産などあり一時期、休業するが、1943年に、第二次、東方劇団に参加して復帰した。 戦後は劇団民芸に入団し、名脇役として活躍した、セールスマンの死、アンネの日記などの舞台に立った。1947年に映画デビューして、以降、映画やテレビドラ、気品がある優しい母親を演じることが多く、1957年公開の嵐を呼ぶ男では、石原雄二郎の母親役を演じた。女優活動は1988年の舞台。 3年、寝太郎が最後の出演となった。1989年9月15日、入院闘病中の見ながらも、テレビ朝日、徹子の部屋にゲストとして出演。宝塚少女歌劇団在団中の1939年に、第一回アメリカ公演でアメリカを訪問した時のエピソードなどを語った。同年末の12月29日、心不全のため死去、80歳没。 没後、2014年に設立された古巣、宝塚歌劇団の、宝塚歌劇の伝道の最初の100人の一人として、伝道入り、夫、静雫、愛則、照久のみならず身内に、芸能、宝塚歌劇団卒業生が多い人物でもある。8000代は後に、竜慶子と、芸名解消、歌手及び歌唱指導者として活動している。1934年の、 トーランドと姫での草笛よしこと、さよ1938年7月のビッグアップルでのさよ、ありがとうございます。